今回は腰痛に効果的なストレッチを2つ紹介していきます。1つ目はお尻の筋肉を伸ばすストレッチです。横になった状態で片方の膝を抱え込むようにしてお尻の筋肉を伸ばしていきます。この時にお尻のところが少し痛いかなと感じるぐらいで20秒伸ばしていただけるといいです。次のストレッチは座って行います。座った状態で椅子などを準備していただいて、椅子の上に足を片方乗せていきます。この状態から体を前の方に倒していき、太ももの裏の筋肉を伸ばしていきます。この時も太ももの裏が少し痛いかなと感じるようなところまで伸ばしていただいて20秒を目安に行ってください。腰痛予防に効果的な寝てできる運動を2つ紹介していきます。まず1つ目は腹筋運動です。腹筋運動をする際は両方の膝を曲げた状態で行います。膝を伸ばしたまま行うと腰痛が悪化してしまう可能性があるので必ず曲げて行ってください。まずは手を頭の後ろに組んだ状態で腹筋をしてもらいます。この時に肩甲骨がしっかりと浮く位置まで上げれるように意識してください。これが難しいようなら今度は胸の前で手を組んでいただいて、この状態でまた肩甲骨が浮くところまで起きれるようにしてください。これでもちょっときついなという方は両手を伸ばしていただいて膝に沿わせるような形で起きるようにしていきましょう。2つ目の運動は SLR という運動で、この運動も両方の膝を曲げた状態から行います。運動をする方の膝をまっすぐと伸ばした状態でこのまま上の方に持ち上げていきます。この運動も腹筋運動もまずは10回から始めていただいて徐々に回数を増やしていっていただけたらと思います。それでは100年続き体を目指して頑張りましょう。